はい、始まりました。ハイチのダラダラジオ第181回でございます。今回テーマは、先週告知してたようにこのチャンネルについて真面目に語ってみるというテーマで話していきます。先に言っておくと、勉強関係の話とかは特にないです。なので、それを期待されてね、開いてくれた方はここで動画をピッて止めていただけたらと思います。今回はね、ダラダラジオ、まあ、ほんとね、久しぶりにほんとダラダラ話す感じだし、個人的にはカマチョラジオですね。かまってほしい、ちょっと聞いて俺の話みたいな感じのラジオになりますので、まあ付き合ってやろっかみたいな方はね、この先も聞いてもらえたらと思いますので、よろしくお願いいたします。でね、喋ることまとめておけばいいんだけど、このなんか今思ってる撮ってるこのタイミングで思ってるテンションで話したくって、あまり用意してないんだよね。そうだから余計グダグダになるんだろうけど、まず本編入る前に2つアナウンスがあります。1個が、来月にの末にね、イベント会いに行くイベントやるんですけど、まず応募いただいた方ありがとうございました。例年以上にね、本当応募いただいてよかった。少なかったらどうしようと思ってたんだけど、で多くいただいたからゆえに、非常に、当選、まあね、実際に会いに行く方選ぶのに今苦労しておりまして、はい、まだ当選者選んでません。選べてません。で、遅くなってもしょうがないので、今週中に送ります。つまり、次回のダラダララジオ26ね、それまでには、必ず当選者の方にメールを届けますので、もう少しお待ちください。ごめんね、遅くなってしまって。で、もう一個が、卒業記念動画って知らない方の方が多いと思うんだけど、っていうのをね、毎年3月4月に作ってるんですよ、動画を。で、それやらないですかって結構言っていただいたので、やります、結論から言うと。やるんだけど、テーマをね、一つに絞ります、今年は。で、それを、正式決定してないんですけど、まあ、今だから言えるありがとう、みたいな。なので、去年とかも撮ってましたけど、そのありがとう系のテーマでいこうかなと思ってます。で、これは、来週、正式にね、アナウンスしますので、ちょっとお待ちください。まあ、やるはね、やるんでね。っていう感じ。よし、この二つね、喋り忘れないことが決定したので、じゃあダラダラ話していきましょうか。で、真面目に語ってみる。そう。まあ、チャンネルね、の、6月1日がチャンネル開設記念日というか、動画1本目と上げた記念日なんですけど、まあ、今年の6月1日で丸5年、6年目に入るんですよ。で、まあ今、高校受験対策撮ってますけど、まあいろんなリクエストもいただいてるんでね、まだ撮るものたくさんあるんですが、まあ今年ちょっとこのチャンネル自体の方針を少し変えようかなと思ってます。はい。で、どういう感じに変えるかっていうと、まあ勉強動画メインです。木で例えると太い幹ね、幹の部分がもう勉強動画です、自分は。で、そこにまあ枝を生やしていく感じなんだけど、まあダラダラジオだったりさ、例えば自分が前やった講演会のなんか映像とか、あとなんだろう、まあふざけた動画、去年ね12月にふざけた動画撮ったりとか、この前生チョコ作る動画とかも撮りましたけど、まあメインは本当勉強動画とダラダラジオと思ってます、自分のチャンネルはね。で、そこにその、まあ、チョコ作って、まあね、料理系の動画だったりとか、あとはね、なんか運動してみた系とか、考えてるのはね、そうっていうのを、まあ1ヶ月に1本とか、まあ2本多くて2本かなぐらい、たまーに上げていこうかなというのを思ってます。ふざけた系、なんだろうな、変なことしてみたっていうのはやるつもりはないです。変なことって言うのも悪いか。なんかネタ系な動画は全然する気はないんですけど、そう。っていうのを、今までは本当勉強とラジオだけみたいな、そういうチャンネルだからってずっと思ってたんですけど、まあ、ね、その違うものをやってみたときに、思ったよりもみんながプラスに受け取ってくれるんだなと。多分ね、一本目だったからってのもあるんだよ、それぞれ。それはある、絶対にあるんですけど、まあ、続けてみても、このプラスに受け取ってくれる方、それを見ることによって、気分転換になるとか、ね、で、勉強の効率が上がるとかっていう方もいるらしいんでね。そうそう、そういうコメントとかメールいただいたからさ、そういうのをやっていこうかなと思います。で、もう一個、やってみたいのが、コラボです。これね、すごい言われる。ハイチさんコラボしないんですかっていうのは、もうね、去年あたりからすごい言われてたんですけど、違うんです。
え、コラボってどうするのかな、どうやってやるのみんなと思ってんだけど、まあどっちかが誘うんだよねきっと。で、例えばウームさんみたいな事務所だったらウームさん同士のメンバーでとかあると思うんですけど、自分は事務所に入ってないので、事務所っていうかそういうところ所属してないんで、来ないし勉強の人って多分コラボしにくいよね。相手方からするとさ、いやいや勉強の人とコラボして何すんのみたいな感じやと思うわけですよ。だから全くコラボの話は来ないんだよでも今年、まあ、自分から多分ね声をかける形になるんだけど、コラボします。いや、うん、決定しないけどする。お誘いしてしたいなと思ってて、でこれもまあどんな動画にするかわからないけど、見てちょっと楽しくなってもらえたりとかさ、気分転換になってもらえるっていう動画を作っていけたらなと思ってます。まあ多分さ、多分、うん、いや絶対そうだな、そういうのを撮ってさ、いやいや待ってと、いやそんなん撮ってる暇あったら勉強動画もっと撮れよみたいなに思う方いると思います。はい、そう思われるのも重々承知なんですけど、それも踏まえた上でもやる価値がある気がしてるのね。でもさ、やってみなきゃ分かんないんだよ。で自分さ、こうもう32に来月なるんですよ、3月11日にね。自分震災の日なんで、生まれがそう32になるんですけど、いろんなことやってきたわけ。大学卒業してからも、営業マンやって、塾講師やって、独立して自分で一人で仕事を始めて、で、まあ、YouTuber もやってみたいな、いろんなことしてきて、まあ、本も出させてもらったしね。さ、大学を卒業した時に思い描いた自分の姿とは全く違う自分が今いるわけ。そう。でもそれで良かったと思ってるし、自分は。あの時思い描いて、こうなってたいなっていう自分よりも、今のが絶対と思ってる自分では。そう。でもここに至るまでみんながびっくりするぐらいにいろんな失敗をしてきてるの、俺も。で多分それはね、みんなそうだと思うの、いろんな方、社会人の方ね。で失敗っていうのはできればしたくないと思うんだよ。失敗って嫌でしょ、イメージとしては。でもね、そんなことない。失敗してさ、うーわマジか、失敗してよ、マジへこむわで終わっちゃったらモチベーション下がるだけでしょ。でも失敗したからそっから何か学ぼうという姿勢があれば、失敗もプラスに変わるんだよ。うん。でチャレンジしてみなかったら成功もできないし失敗もできないんだよ、チャレンジしなかったらね。だから今回のその方針転換、まあ大きく変わんないよ、何度も言うけど勉強動画をメイン撮るのは変わんないからさ、こういうの撮っていこうって一応考えてるんで、まだ準備してないからさ、4月からこれ撮りますとはまだ言えないんだけど、みんなには。でも一応決めてて、いくつかはね。でそれは変わらないけど、でもね、やっぱりやってみたいの、そうって思ってる。でちょっと話が変わるんだけど、自分のさ、まあ、YouTuber って自分の、まあ、一回 YouTube でお金もらってるもんね、YouTuber だよね。YouTuber として、ちょっと特殊なポジションっていうか、タイプの、YouTuber だなと自分のことを思ってるんですよ。で、それはどういうことかっていうと、自分って、ハイチっていう、この存在、自分自体の存在のファンの方ってそんなに多くないんですよ。そう、と思ってる。もちろんいらっしゃるよ。ファンでいてくれる方いらっしゃるんですけど、そうじゃなくって、自分の、授業のファンの方が多いと、ほとんどの方がそうだと思ってます。でこれはね、他の YouTuber さんは違うの。例えば自分が好きなはじめさん、はじめ社長ね、はじめさんとか花尾さんとか、他にもいろんな方いらっしゃるんだけど、そういう方っていうのはその方自身にファンがいらっしゃる、ファンがついてる、はじめさんが好きって、だからはじめさんが投稿した動画を見たいって、その流れなんだよね、うん、と思ってる。でも自分の場合はそうじゃないんだよね。だから、ずっとね、もう3年、まあ自分もね、丸5年、もうちょっとなりますけど、3年動画見てますって。で、例えばさ、自分の勉強チャンネルの方は顔出しすることがあんまないんですよ。そう、たまにしか出さないから。で、それをたまたま見た時に、ハイさんってこんな顔してたんですね、みたいな。3年間ね、見てましたけど、みたいな。普段の勉強動画って、例えば横顔とか後ろ姿しか映らないから、ほとんど。顔わかんないんだよね、あんまり。っていう方もいらっしゃるんだよ。で、それが普通なの、自分のチャンネルでは。うん、でそれやっぱ特殊だと思ってる。だからこそ
まあ、料理にしても、例えば運動してみた。わかんない。それはまあ、取るかわかんないんだけど、運動にしても、コラボにしても。まあ、コラボの場合はね、相手の方もいらっしゃるけどさ、自分がメインになる、勉強から外れた自分がメインになる動画っていうのはニーズがないだろうと、思ってる。これはね、今でも思ってる。そんなにないよな、と。ただ、まあ、自分のことを、まあ、好いてくれてるというか、まあ、好きでいてくれてる方にとっては、それが気分転換になると言ってくださる方もいらっしゃるので、何かをやった時にさ、100人いて100人がプラスに取るなんて無理じゃん、そんな綺麗事。そう。でも、自分的には51人、ね、半分以上だよね。半分より大きな数の方が、プラスに受け取ったらいいなっていうのが願いはある。けど、そこに行かなくても、数人の方がプラスで受け取ってくれるならやる価値があるかもしれないし、で、やってみて、あ、これはやっちゃダメだと。俺のチャンネルには必要ないことなんだって思えばやめればいいだけじゃんか。そう。失敗したなって、じゃあそっから学んで、自分の、まあ、チャンネルで必要とされていることをまた考えていけばいい。勉強以外のことで必要にされていることがあればね。そう。って思ってます。そんなことを、ずっと考えてる。みんなにさ、ポジティブな話とかするじゃんか。でも、まあ、何度か言ってるけど、俺すごいネガティブなの。根は。自覚してるから、それを。だから、俺、夢をね、寝た時の夢ってほとんど見ないんですよ。まあ、見ないっていうか、正しくは覚えてないらしいんだけど、熟睡してるから。でも、たまにね、見る夢ってほぼうなされるんだよね。でさ、やっぱり多いのは、俺、昔から多いのはね、その自分が殺される夢とか死ぬ夢が多い。でもこれって深層心理だと、自分が変わりたいっていう願いらしいんだよね。なんか悪い夢じゃないらしいの、死ぬ夢っていうのは。らしいんだよね。で、もう一個多いのは、俺大体こう起きるじゃん。起きて、まあパソコン朝起動して、まあチェックするの、メールチェックね。仕事のメール来てないかなとかチェックするんだけど、その時に YouTuber の登録がゼロになってるっていう夢をよく見る。そう。まあ、ゼロじゃなくても減ってるとかね。すげえ減ってる。一桁減ってるみたいな。とかもよく見るのね。今登録者21万人かなぐらいの方が登録してくださってるんだけど、まあ、それが例えば2万人とかさ。え？みたいな。で、それって多分現実には起こりうるんだよね。正直。と思ってて。だからこそ何かにこうチャレンジする。何かを変えるっていうことは、怖いことでもあるんだけど、でもやっぱり、まあ、特殊なポジションというかさ、勉強っていう風なところで繋がってて、先生って呼んでるくれる方も多いわけだよ。ハイチ先生って呼んでくれる方を、自分のことをね。だからそのポジションで、ね、みんなが見てくれてるんであれば、なんだろうな、挑戦してる姿をやっぱ見せていきたいの。挑戦というか、挑戦ってかっこいいですよね、言葉が。でも、がむしゃらになんか、ね、そっち道間違ってるよっていう道かもしんないけど、なんか自分の信じた道を前に進んでいく姿を見せていきたいっていう思いは強くて、それはね、この動画を始めた時から思ってるんだけど、やっぱり、ね、自分に子供ができてからすごいそれを思うの。自分の子供、まあ、うち息子がね2人いますけど、やっぱあいつらにそういう姿を見せていきたいしね、みんなのことを息子娘とは思えないけど、ね、思っちゃいけないからさ、でも思ってるんで、ちょっとね、そういう気持ちがあるの。そう、ごめんね。いや、ほんとごめん、キモいかもしんないけどごめんよ。でもね、思ってる。だからこそやっぱね、背中はちゃんと見せたい。ダサい背中を見せる。だから自分愚痴とかもこぼすし、愚痴というかなんか悩んだ時に、うわ、これで悩んでるんだよみたいなことも言うけどさ、ダラダラじゃたまに。でも悩んでるけど足は止めないよって、頑張るよ、前に進んでいくからさっていう、そういうのはね、見せていかなきゃいけないポジションにいると思ってるんだよね。そう。だからやろうかなと思ってます。はい。ひどいでしょ、グダグダってるでしょ。今何分、もう15分になるね、そろそろね。っていう感じかな。で、実際5月から撮影、まあ仕事に当てれる時間がちょっと戻ります。元の時間に。で、戻るっていうのは、今、自分下の子ね、上の子が3歳で下の子0歳なんですけど、その子が4月に保育園に通い始めて、お兄ちゃんとね、同じとこに通い始めて、最初、奈良市保育って言ってね、すぐ帰るの。
慣れるまではね。で、5月になってから、ゴールデンウィーク明けてから、正式な時間で通えるようになるので、そうすると、まあ、奥さんも仕事に戻るから、家で、まあ、仕事をこう、まあ、黙々と撮影したりとかする時間が取れます。で、今年は、まあ、家にね、奥さんも今、産休中、育休中か、なので、奥さんと息子が、ね、下の子がいたからさ、自分仕事してるから、家事と育児全部任せるから、っていうのはできないんですよ。それは納得いかないんで、家事も、育児も、やりながら仕事をしてたんですね。だから、今まで撮影してた時間よりも、まあ、仕事に当てれる時間が4分の1ぐらいになってたと思います。はい。そうだね。その3分の1か4分の1ぐらいかな。結局仕事はしてるんだけど、まあ、子供が泣いたらやっぱり行ってさ、あやしてっていうのやったりとかそういうのもしてたし、ご飯あげたりとかね、そういうのもしてたからさ。で、5月からはやっぱり時間がある程度戻るので、まあ、勉強動画も、もうちょっと増やせるかなとは思ってます。ただ、まあ、リアルの実際の仕事ね、本業もそうだし、あとは、この YouTube から派生した仕事もただいただいてるので、まあ、ちょっとそれでどうなるかはわからないんだけど、まあ、ひとまず大事なことは、足を止めない。ね、ちゃんと前に進んでいくっていう姿を見せるっていうとこと、やっぱり、まあ、YouTube、これはね、ちょっと仕事っていうのはおかしいかもしれないけど、YouTube にしても本業にしても、とにかく楽しんでやる。っていう姿、悩みながらでもね。っていう姿を、まあ、見せながら、やっていく一年にしたい。やっぱ今年も。とは思ってますので、すげえまとまりない話になっちゃいましたけど、まあ、今年もそんな感じでやっていこうと思います。なので、よかったらね、今後も仲良くしてもらえたら嬉しいです。といった感じでした。はい。結局こいつは何が言いたかったんだって思うかもしれない。これ本当あれだよね。なんか、生放送でぐだぐだ喋る内容だね。あ、そう、生放送とも増やしたいね。なんか今、YouTube ちょっと変わって、携帯から簡単にね、スマホからね、生放送できるようになったんで、まあ、たまにそういうのもやってもいいかなと思うんですけど、こうぐだぐだみんなのコメント拾いながらね。今普段はツイキャスでやってるんですけど、まあ、そんなんも、ありかなと。ひとまずいろんなことやります、今年は。はい。そんなやる時間あるかわかんないけどさ。まあ、ひとまずやってみて、みんなのリアクション見て、で、失敗したらやめる。いい感じなのかなと思ったらやるっていうスタンスでいきます。ダラダラジオもそうだし、181回も続くと思わなかったもん。そう。ひとまず50回かなと思ってたの。1年間52週でしょ。だから1年間ひとまず続けれればいいかなと思ったらね、もう3年以上経ってますけど、はい。なので、まあやってみなきゃわかんないんでね。そんな感じで今年はいきます。はい。心の底から思う。本当にここまで全部聞いてくれた方、ありがとうございます。で、来週は、さっき言った、最初に話した、卒業記念動画の話が、まあメインというか、他がメインになりますけど、それプラスね、卒業記念動画の話をしていこうと思いますので、もしよかったら、次回の方もね、ぜひ聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。